気の方がいい。おっしゃる通り、確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。地方自治はか、いやそう。さあそれではここで、あら、青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は、その理由として最も多かったの、これに関してはいかが。産経作戦については私だけ、地方自治と地方警察がしっかりと手。しかし君ね、登場会が噂じゃ関西のヤクザとは大見。そうだよ、彼らは自主的に消滅した。危険を伴う今回解散を主導したと言われる幹部、つまりヤクザ組織、現実としてそのところが、産経作戦では一人、これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは。一言で言えば、ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの荒川の島で戦記てめえで殺したくせに、あ、うん、ねえこの後も苦戦しているよ。会長、お前が言ってたルートってのは会長はどう。さっき平安堂で、で俺に頼み事をしてた。頼み、あ、一句目を落選させて青木のメンツを見つかったんですか。司法いな、でも春日は、あ、おお、ちょっと俺なんかがせだろうな。久米に勝てない。300万捨てて、はあ、それで久米を捕まえる。久米を捕まえる。立候補者は狭い、当然対立候補と。そんな時は思ってなくちゃ。見たことあるだろう、俺が立候補すれば。久米に比べればお前は。一方で久米はその状況で、もしをどう当選確実と言われる。やらんとな、怖い。そこで久米はお前の計画を。でもちょっと待ってください。どんな前科だろうが刑期を全うしたいし、どうする、うん、少し考えてみろと。立候補届は公示日の今日。俺でも、マジかよ。でも法律ならば急いで。あそこは役所仕事。おい、やばいわよ。走るぞ。選挙会馬車会あざす。片付けるかね。ストレス解消かかってきたわ。さーて、なめんなよ。どうするかな。おい、やー、痛い目に合わせますよ。ほら、俺の番だな。よし、私の番。なるしょ。任務完了。
ダメよ。仕事すっか。相手にならないんじゃない？私の番ですね。あ？マネルと二重目に。来いよ。なめんなよ。任務完了。それでは。お、お、ありがとうございます。それでは。
選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み。これは敵に、どういうことだ。どうやら我々の作戦は、つまり、え、久米が春日さん、あくまで春日さんが、そこで久米は。なるほどね。おまつまりの。マジ人殺し。あいつが立候補、人殺しだと。いや、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。すまん。法律だって。でもそうですね。おかしいな、あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだと。じゃあその矛盾を。それです。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ、法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかったやつらばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえか。春日の言う通りだ。私もだよ。俺はだ。頑張れよ。いつも俺たち久米なんか。久米さん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦うぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収、撤収だ。おい、ちょっと久米さん待ってください。こうして突発的に始まった論戦は、前科あり元極道、はあ、いや、こんなざまになった沢城。新体制の件ですが、当座の兵隊と資金も問題。お前偉そうに言って、お前が荒川組でそれなりの周りが俺の顔色を伺って。お前は昔から、俺も昔のよしみで情けをかけ、会長に据えるのは実力の、はい、だったら24時間いもしもしく。
なあ、そういえばこの辺に、んとしこー、ま、おい、ん、なんでだ、稽古だったらあんた自分だって、ん、自分のいる相撲部屋は稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、相手は酔っていて覚えていないとかぬ、自分はだから春場所、別にあと悪いんだが、断るでごわす、こいつとだったら兄弟子だから、いや別に稽古、自分だってどうしてもあんたに、栽培した植物はここのマスターがいろいろ加工。おう、マスターは花を持っていけば、さら食材を持っていけば、あと独自の製法で調合した漢方薬。独自製法の漢方薬そうだな、なあ、おい、ちょっと、私の番です。こいつでどうだ。俺、俺。かかってきなさい。なめないでくれ。なめんなよ。俺の番だな。私が相手です。なめると痛い目になるよ。見せてやるよ。よし、ほら来いよ、くらえ、これや、さて来てみ、せーら、舐めると痛いのになったの、ほら来いよ、頑張ります、舐めないでくれ、やっ、取っておきだ、食べにしてる、私の番、構え、私の番です、戦争を感じます、
よし、無線練り。何とぞよろよう。春日だ、カメラ回せ。昨日の論戦の、いや昨日わかマスコミの目がある前、うん、それがいいで。はいはい、春日さん、どうした。星野会長の命が今日、的は星野会長。会長がまたこれ清流会でトラブル。おい、な、どちらまで行かれ。それでは。赤部の頭、カスが撃たれたの。近江連合だ、親父とこに向かった。会長の、頼む、急いでくれ。近江連合会長は、そ、なんてめえ、うちのメスパルは真面目は嫌ですが、さて絶対やるよ。ありましたね。俺、こいつでどうだ。名店の武器だ。どうしようかな。私が相手です。奥の手、行くぜ。みんな、これで終わりや。俺の番だな。怪我しますよ。とっておきだ。
ってみる。痛い目に合わせますよ。名店の毒の手。私の番です。なめんなよ。なんや。セーラー。絶対負けない。負けんのか。ほら来いよ。よし。俺の番だな。私が相手です。とっておきだ。派手に使うぜ。よし。せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何おい一番選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。沢城！
白黒つけようぜ、一。くそ、なんか持ち出しやがって。何、恐れることはねえさ。だってお前、そうだけど、それに沢城の、なるほど、ねえ、殺しの了解。さて、なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。ナイスですね。その勝てますかね。どうしようかな。うん、舐めないでくれる。見せてやる。えい、俺の番だな。見せてやるよ。私が相手で。ガンガンに行こうぜ。おいおい、その程度だよ。舐めると痛いの。派手に行きましょう。絶対負けない。お任せください。ほら来いよ。奥の手。手を。立て直さねえと誰を呼ぶか。舐めないでくれる。舐めんなよ。さあ覚悟しな。見てなさい。開始。ありがとうございます。やるか。苦しむがいい。覚悟はいいですね。見せてやる。かかってきなさい。ちょっとしんどいな。私が相手で。舐めないでくれ。誰がいいか。
って。なんだあの。あれは。せ、想像？俺、最初に傘を持って戦う。あれと今か。ああ、俺のはさておき。本物って。それをこれから。やっと勝てますかね。ちょっとしんどいな。よっしゃ、いっ、覚悟はいい。ほら来いよ。俺の出番だ。見てなさい。バトルと思ってるよ。よーし、ありがとうございます。立て直さねえと。ほらよ。どうもです。なめんなよ。お任せください。奥の手。なめんでくれる？お任せください。
奥の手。そりゃほらやるぜ。本気でやって、とっておきだ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうございます。サンキュー。おら、様子がおかしい。そうね、構え、いよいよかしら。さあ覚悟しな。はしてみろ。とっておき回復。ありがとう。舐めないでくれる。活躍しちゃうよ。邪魔だよ。舐めると覚悟はいい。舐めんなよ。見せてやる。勝てるぞ。本気で。さて、叩きのめす。してみろ。どうしようかな。奥の手。いや。やめんなよ。あ？バリバリ行くよ。見てなさい。みんな。遊んでくんないかね。よし、行くぞ。ぶち放つぜ。頑張るね。見せてやる。俺の番、邪魔だよ。やるか。舐めると痛い目見ますよ。さて、まった本気でやってん。よし、やめに遊んでくんないか。奥の手。私に勝てますかね。よっしゃ、行くぞ。さて、叩きのめす。やめんなよ。勝てると思ってるよ。まった本気でやってん。舐めると痛い目見ますよ。覚悟はいいですね。奥の手。そりゃ、いいじゃない。またいい女になったな。さらに強くなれましたね。頭、俺の知ってる何でも考えなしに。人んな、俺にはあの人を守る。俺にはそうだよな、頭。荒川の親でも俺のことが目障りで
若に命令された。命令？は？若の命令にさ、俺に荒川真澄は殺せねえ。その命令だけ。やっぱり差は違う。その理由はどういう。俺が荒川真澄を初めて見た15の頃だ。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私戻る。ふざけんな。もういいだろ。忘れろよ。やだよ戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほら、ほら、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるってなんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい
大丈夫か？しっかりしろ。どけ！じゃあ荒川雅人、若はお前も親父に、大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて赤ん坊の受け渡しを、でもその時まだから聞こえてきた赤ん坊の、あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父はカムロ町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、うん、あの子供は、その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。あんた、そのことさっきも言った。墓まで持っていくことに。じゃあ俺から聞きたいこと。さっきのコインロッカーの話には、感じ、親父に連れ出され、親父の女は、そして桃源郷、あの大晦日の夜、慌てて産婦人科を出追われる身で。それは昔。すると、そういえばその日、ま、親父がコインロッカーから若を連れて行った後、どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね？鍵のかかってないロッカーだ。
片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねえ。まさかこれか。いいね。ああ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊。その間赤ん坊がロッカーにいることを残された赤ん坊を取り、しかしそれがお前の育て、お前は親父との DNA だが、それまでは俺の話が必要。待ちない。清流会の会長なら好きにしろ。うん、青木亮に荒川の、その時点で分かった。からもはや俺は何だと。頭、確証はねえが、奴が今若の沖石尾だ。沢城、本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが。まっとうに。그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 도시다. 호시노 회장이 내려와れていると. 네타모토와 도. 나니? 뭔데 사와시? 즉, 사와시로와. 그는 카스가산. 가. 안데스카라. 아나타가. 데모. 이츠모 무차나쿠.
その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父で、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと。え、青木亮、話つけるなら組めに来。ああ、とりあえず事務所。え、連合の皆さん、連中。そうなんだけどさ、何はともあれ、そう。おい、はっ、いいね、なら遠慮しね。頑張ります。やってみんかい。僕の手舐めんなよ。なんや。いやー、俺の番。気に入ってますかね。やってみんかい。叩き舐め。なんや。俺の番だな。やるよ。ああ、私の番だ。やってんやん。行くで。行くぞ。たまらんな。どうしたんや。やってみな。見せてやる。せーの。俺俺。ほら来いよ。やるんか。やってみんかい。俺に任しとけ。よし、やったぞ。俺俺。なめんなよ。ほら来いよ。やってみろ。なめると痛いのになるぞ。どうしたんや。見てなさい。なめんなよ。
もんか。ほら来いよ。やってみんかい。血も勝てますかね。行くぞ行くぞ俺ら。よっしゃ。柿の実はこの間は力士がぶっ。なな。ち、だが今だ。くそ、なんだかわからねえが。おい。あ？ああ、あれは踊ってた。そうか。そら。待て、仕留めんじゃねえ。別にあの柿に試す。俺は大のミリタリーファンでな。どうだ、かっこいいだろ。性能だって本格仕様で文句なしさ。とにかくこいつで。なあ、だが悪いんだけど。何？あの柿はちょっと待って。断る。ね、一流のスナイパーはね、超通。どうしても柿にを。やっとけ。じゃあどんだ。頑張ります。ん？いやな。
らっしゃいませ。さっちゃん、こうやっていろいろ迷いながら。わかるぜ。なあ、でも迷い場所。そんなこと、俺はこれだ。そんな、お弁当を。よう決め。ダメじゃん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。おう。やっちまう。ビビってんのか。さて。してみろ。やっせーら。くれ。やってやるぞ。俺の番だな。かかってきなさい。見せてやるよ。痛い目に合わせますよ。とっておき、みんなーファイト。私が相手です。ぶっ飛ばしてやれ。ほら来いよ。とっておき、やってみる。やけてまう。どうしたんや。私の番です。舐めないでくれる？こいつでどうだ？よし、行くぞ。私が相手です。取っておきだ。やってやるぞ。俺の番ね。してみろ。たまらんな。俺俺。ぶっ飛ばしてやる。どうしたんや。やがや。ダメだよ。やけてまう。私の番ね。そうだ、今の撃った。なめないでくれ。せーら。ほら来いよ。ええ感じや。痛い目に合わせます。俺の番だな。見せてやるよ。姉の力見せてよ。シャッキリストで。私の番です。してみろ。おい、来た。とっておき。舐めないでくれる。ケンヤケンでもいいよね。ほら来いよ。よし、私が相手です。行くぜ。ちょっと。
沢代藩を殺に突き出したお前らこそ何や。クメニオが、クメはあや、ちょっと吐け、だんまりか。あと100羽根性を見せると。質問そう、偉人何踊れ。せやさかいクメはもっと警備を増やしてもらおう。困ったもんなら、クメじゃなくてもいい。おやっさんを殺す。答えたやん、知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。通りすがりなわけね。誰なんだよ、おやっさんと。身の上ば、あ、俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ。何、青木亮の次の。何、お前にその中。何だと。今のお前を見てると。何だと。もう抵抗できねえって相手見下さる。情報って何だ。そんなに頭に時間はまだある。コミジュル、今コミジュルでは復旧の目処はいつだったか。だが、おお、聞いた話じゃその質まりす。ご自身の影とは主の、そしていつか、つまり。いい、待って。来るも来ねえもお前ら次第だ。続き。では清流会の組長殺害にあなたの関与。ええ、言い切りますね。ゴシップ的な扱いで終わります。それはあなたが関与している証拠は、警察で確保された沢城などと漏らすこと。そう、へえ、そちらにご迷惑はかけません。それは神経、以前から聞いていた話と先日蒼天堀あの状況を見るに、彼ならその後釜に座る。そこにも警察。あなた方はこちらのことにいろいろ気になることもある。すべて大阪の近江連合本家が解散を。荒川も沢城も。さあね。でも今我々と、特に今はデリケートな時期です。ですから私の了解もなく。そういうあなたこそ事前に何の相談もなくいきなり。ほう、相談してもしな、私をと。それでも助言ぐらいは。あまり身の丈に合わぬことは。でも言った、あの野郎都知事への面倒になる。楽しい。あいつはこれから先それを見て味わう。なるほど。ところで選挙中そっちに頼んだ仕事。偉人町の方、この先は知事といえども、そこは石を、はい、東京近江連合他の幹部衆の前で。あ、春日君、ちょうどいいや、待ってたんだよ。ん？
なんだよ、何かあったのか。というわけで結論から言うとさ、は？マジ？ね、困っちゃうよね。わざわざ偉人町に戻ってきた。どうかな。もうそんな力。じゃあ今のマブチ、多分そういう状況だと思う。マブチはもうすっかり。あいにく人の落ち目を笑うし。寛大だね。ただ前にも言ったかも。そう。今はかだろうな。コミジュルが動く前にもう見殺しにはしたくねえって、ね、つくづく自分は甘いよ。もう仲間でも何でもない自分。甘いよ。なんだよ、ちょっとよ春日君。だがもし真淵の居場所が分かったらすぐに動く。春日君、お人よしは嫌いか。いや。それでは。それでは。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
ぶち殺してやる。手加減しねえぜ。私の番ですね。くらえ。ダメだよ。やめたらこいや。いいね。さーて、痛い目に遭う。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。かかってきなさい。勝てると思った。まあ、よいしょ。本気でやって、みろ。これで、なめんなよ。はい、やんのか。ダサキン、なめんなよ。痛めつけてやるよ。行くぜ。もうちょっと楽しませろ。わかってきなさい。とっておき、ほら来いよ。行くぞ。ダメだ、今のうちだ。邪魔だよ。来てみろ。強くなっちまった。私の番ですね。よくねー。やんのか。こっちですよ。目覚めねえよ。派手にしてる。たたきんのめ。私が相手に。とっておき。してみろ。何言っちゃったぜ。
私のバッくらえくらえやってやるぞ。きねえ俺の番だな。あすんげたたきのめそれさあおっとのとっておきさあ気になった。あまだほら来いよ。ふざけないでください。死んでもらう。これでやめんなよ。やめるなよ。さあ来なさい。うやっふるよ。こいつでどうだ。うやっ邪魔だよ。逃げたら今のうちだぞ。よし行くぞ。おらよよ痛い目に合わせますよ。こっちですよ。やれで終わりです。うわっくらえ。こういよ。ほら来いよ。ほら下がってきなさい。逃げるなら今のうちだ。もっと盛り上げてよ。叩きのめ。邪魔れやんのか。くらえ。私が相手で黙るんだ。黙ってねえ。あれこっちですよ。
セミ我慢の限界だ。さあ、散らそう。よし、あ、なんだセミ痛い目に合わせますよ。ほら泣きやがって。
限界が近づく。うわっ、どうした？成長を感じます。私の番です。来いよ。邪魔だよ。取っておきな。じゃあ出てきなさい。たっぷり。私が相手で。おいよ、なめんなよ。ダメ、くわえて。たたきのめ。2回目に合わせてみろ。私の番です。ほら来いよ。邪魔だよ。かかってきなさい。やってやるぞ。見せてやるよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。
ありがとうございました。私の番ですね。テンション上がりますね。また強くなっちゃったね。私の番ですね。さあ、来なさい。
ふざけないでください。叩きのめす。おいなれましたね。またいい女になっちゃった。私の番ですね。
さて、なめんなよ。こっちですよ。こいつでどうだ。俺の番だ。見せてやるよ。おい、来た。出ると思ってるよ。あ、そんなことないか。いやな、今のうちだぞ。全力で。うぅ、私の番です。叩きのめす。二回目にやられたよ。おい、来た。くらえよ。逃げるなら今のうちだ。邪魔だよ。俺の番だな。俺の番ね。早く全力で。私のくらえ。2回目に合わせますよ。
やっちゃいますよ。これでさあ、切るぞ。ほら、来いよ。かかってこいよ。かかってこいよ。これだ。ちょっとおとなしくしてて。ふざけないでください。たたきのめしてねー。なめんなよ。君ちょっとしんどいな。さあ来なさい。いいだよ。逃げるなら今のうちだ。行くぞ。まったく本気でやってる。邪魔だよ。やってやるぞ。ほら来いよ。ふざけないでください。見せてやるよ。よろしくないな。ずやたっておきなよ。おじいるぜ。よいしょ。おっついきます。へりゃほら。おら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 。勝てる。叩きのめ。ゆっ。ほら来いよ。強くなった気がするぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。私の番ですね。
なめんなよ。きねえ。なめんなよ。まっ、本気でやって。かかってきなさい。こら！邪魔だよ。こら、こら！行くぜ！私が相手だ。今のうちだ。もうちょっと楽しませろよ。なめんなよ。とっておき。はっ。出ると思ってるよ。あ、すんごい。ほら来いよ。痛い目に。くれよ。くれ。ちょっとしんどいな。そりゃ。その程度でたどってまたすごいよ。かかってきなさいよ。やめんなよ。せるよ。あっちな。くらえ。やんのか。してみろ。くらえ。こいつでどうだ。勝てると思ったの。殺さねえと思った。ほら。叩きのめ。痛い。私の番ですね。ほら来いよ。くれ。やめ。本気。俺の番。やってきなさい。俺の番だな。見せるね。ぶちかませ。さあ、行くよ。私が相手です。なめんなよ。勝てる。決めるから今のうちだぞ。あっそう。かかってきなさい。行くぞ。も
ってみろ。本気だ。ほら来いよ。叩きのめぞ。迫れ。来てみろ。よし。まだいけるかな。遊んでくんないか。これで。さあ、行くよ。私が相手で。チャラいね。おら。
よっしゃ。
天井で。さらに強くなれましたね。いいじゃんな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。私の番で。くらえ！なめんな。邪魔だよ。おい、邪魔れ！行きなさい。見せてやるよ！こいつで。もうちょっと楽しませろよ。やんのか？ほら来いよ。遊んで。さあ。行くよ。はいやいや。
テンション上がりますね。また強くなっちゃったね。よっしゃYeah!
男が強い。それでは。それでは。どう？あ、どうだ？でも、ま、どう？ナンバー、ん？おめえの誕生日。なるほどね。来い。はい。さっき、スナック双葉の勤めんな。双葉は男関係が盛んでな。ま、それでスナックのママから。双葉の居場所はくすねた金でおめえに託してもいいか。はい、今日こそ頼んだぜ。アツシちゃん、養蜂食えばいい。待ちな、あんた用事は二つだ。あんたの病院にいた彼女には、ミゼちゃんは今年前にナンバー、実はナンバーはミゼ、それをきっとな、俺はナンバーミズエが、なんでだ、本当にナイチンゲールに憧れてた偉人町のバスへの大したお給料ももらえず、もしかそうよ、私がミズ、あんたがミズ、ナンバーが私に惚れてた。でも男ってのはつくづくバカな、ってことは真っ赤な嘘だよ。じゃあ全部嘘す、高校で演劇部だった私の演劇だったら、なんでかん、ナンバの一件で味を占めてか、ついにはそっからは町から泣けてくるだろ。バカ野郎、お前みてなショてめえ、おやっちゃってよ、あたしかかってくるの。ああ、よし、やめるな、ビビってんのか。よし、行くぞ、取っておきだ。行くぞ、俺の番だな、見せてやるよ、派手にしてやる。よっしゃ、ちょっと待ちな、マスター、さっきママと電話で話してな。はい、
ナンバが死んじゃ。そんならしょ、ナンバはおめえの友達として。友達としてのサイズ。ちょっと店からくすねた感じ。待ちな。お前、ちょいと面かしな。ただいま。うん。ナンバの誕生日の準備で。くっさ。秘密だよ。なんだ。ナンバの。お前。いや、ちょっと。すみません。水江。ナンバさん。水江ちゃん。はい。そうか。私。いいんだよいいんだよ。どうぞ俺。本当にすみません。もういいんだ。ナイチンゲールみたいな。ありがとうございます。達者でな。さよなら。よかったね。そりゃそうだよな。ちげえよ。俺を傷つけまいと。ってことはマスターが電話でスナックのま、じゃ俺のためにお前ががん、なんだよ騙すね。いいってことよ、一番みてえな親友ナンバー。じゃあの、よ、マスター、このグラスのせこいこと言うんじゃねえよ。反順義、急に店を出てって。そういやいなあマスター。うん、分かった。頼んだ酒も飲まねえでよ。最初から気づかないふりをしてたの。だからこうして人気の少ないとこ。そうか。春日さんはしかも都合のいいことに一人では入りづらい。へえ。なんだよここって。ええ、どう、実を言うと、しかし彼らは我々の監視に気がついていたわけか。ヨンス。ヨンスではない。私は影武者が本物のボスにとって。こいつらって。ええ、人語コミジュルによれば7人、その全員が私の周りに現れたと報告が。だからここにおる。さすがに私一人では手にあだったら一言言ってくれ。言えばあなたは顔に出てしまいますから。人言派はいずれ必ず軽々しく反順義をかだ。許さない。軽くひねってあげましょう。私の番ですね。なめんなよ。かかってこら、来いよ。くらえ。避けられるかな。かかってこい。よし、行くぞ。怖いよ。私が相手。とっておきだ。くらえ。これで。かかってこいよ。さて、私の番です。俺の番だな。行くぞ。さて、よし、行くぞ。私の番です。ラストできたぞ。
春日さん油断なさらずに。ねえ、もう十分だろ。さてボスが死んだ時もどうなんだ。確かに私は役立たずと言われよう。しかし今あなた方のためなんですよ。話して。半純義が殺され、組織が壊滅したあの、なんだ、おそらくどこにも行き場のないまま我々は半よりどころはそこにしかなかった。実際私もそうでした。だから私は、しかしとなると、もしも死んだはずのボスがいると、そしてその正体がそのままミス、つまり偉人、俺たち、と。しかしコミジュルの者たちがどんな人、コミジュルは何、1980年以降だから、コミジュルには この手を取ってもらうために行き場をなくした同胞たちを、さっきの連中はコミジュ、コミジュルを足場に。真面目か。この姿は私の敬愛したボスのも、冗談でも言っていいこん、自分の素性をここまで明かしたあなたにはもうすると我々はもうらしくねえな。私の番です。なめんなよ。いらっしゃいませ。いや、シーザーサラダってうまいな。このカリカリ、カリカリがたくさん入ってるときは得した気分になる。あれ、クルトンじゃ。ああ、そうだ。
このカリカリだけって。いや、この配分だからちょうどいいんだよ。そういう野菜よ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。片付けるかね。やっけねえ、手加減しねえぜ。うまいの。やまわる。ほら、ここよ。しんどいな。とっておきだ。吐きそう。ほら来いよ。ほら来いよ。目が回る。やめんなよ。これでかかってこいよ。なんとか死ねえと。派手に行こうか。調子悪いよ。バイロと思ってる。よし、邪魔せ。任務完了。骨が折れそうだな。俺のこと舐めるなよ。余裕余裕。活躍しちゃうよ。舐めるな。舐めるなよ。邪魔だよ。やんのか。邪魔ねえ。気ないが一
ちゃうぜ。なめんなよ。ザコ、いい調子だ。してみはっきゃ。ほら、やるぜ。とっておきだ。派手にしちゃうか。これだ。逃げるなら今のうち派手に行こうか。なめんなよ。やっ、俺はやるて。でい、よし、来た。よし、まあ、どれ本気でやってん。うん、来てみる。お任せ、かかってください。これで完売だ。任務完了。ゲーセン、ゲームか。ん、ルールにゲームは1分でも超えると。さすがハン、ゲーム禁止にされちゃった。だから見つからない。ビジュアルメモリの電池が切れて、ドリームキ、あれが人生最大の修羅場だったよ。で、いや、ここにいたかい。任務。よし、ひと仕事すか。活躍しちゃうよ。来やがれ。なめんなよ。お待ちんな。出れ。ガンガンいっちゃうぜ。勝てると思う。よしよせ。いいね、いいね。やるぞ。シャイツ、行くぞ。任務完了。さあ、片付けるかね。何やるよ。いいね。
のか。なんとかしねえと。調子悪い。ラーメンだよ。死んのや。行くぜ。あれむような目をすんじゃん。そうか。いえ、レタスの中、韓国料理では肉料理。ほんじゃ、サンチュに合いそうなものを頼んでみるか。おお、カリカリの豚肉にさっぱりしたサンチュ、最高。サンチュにぴったりないい料理を選びましたね。ごちそうさまでした。ありがとうね。酔っ払っちゃいました。
どちらまで行かれますか。それでは。ここに来てるってこと。だったらな。酒入れる前に。ってことは。さあ。使い、いや、お前。あいつはお前なんか。うるせえ。こりゃ、相当ま。んだと。まあまあ、聞き流して。ええ。ちょっと待てよ。偉人町に復帰のお許しを。今のリューマンはお。はい。コミジルは家を燃やされて。それも承知。なのに謝りたいって。多分ね。でもいい。そうだ。おい、コカミジルの目を避けられる場所は少ねえ。口に気ぃつけちゃう。春日君、注意して。何？話が違うんじゃねえ。思ってたよりは残ってたね。久しぶりだな。許しをくれってことで。ええ、お前らの。あ、金と力を手に入れるた。オウミのそんな話に。いつまでくだらない。もう。マブチよ、心のどっかで。黙れ、カスガ。おい。いいよ、カスガ君。ここから先はキャラ変わっちゃうか。おい、マブチ。そんなに俺が憎いんなら、俺の首。邪魔なんだよ。ほら、かかってこいよ。活躍しちゃうよ。来てみろ。お前ね。死んでみせよ。遊んでくんない。決めたよ。やるぜ。見せてやるよ。勝てると思ってるよ。決めたよ。本気でやってん。行くぞ。ほら来いよ。よわっきゃ。また車だよ。食べに行こうか。取っておきな。なめんなよ。見せるね。さて。死ねえ。どっから知ってほしい。ほら、やるぜ。見せてやるよ。また俺の番。俺の番だな。よっしゃ。はあ。始め。さて。大変だぞ。これが最後の。その日ももうお前。コミジュルの目。今までお前が見逃す。俺が。超。マブチ！だけどよ。俺はよ。どちらにしても。帰ろう。な。
久々に。なら。いやだよ。そうか。俺はさっきのやっぱりひょうひょうとしてるよ。やめてくれや。今のどうし。そんなこと言って。わかる。わかるよ。そうかい。ああ。